写真拡大。神奈川大体大会は4日、34相模原球場などで2回戦が行われ、初戦を迎えた東海大相模が川崎北と対戦。11安打を放って、7対0で7回ホールド勝利を収めた。1番山村隆義美、45本塁打。2番宇沼海斗、28本塁打。3番加藤響、32本塁打。4番西川亮佑、55本塁打と、プロ注目の160発カルテットを要する強力打線。この日は本塁打こそなかったものの、サンソンが3回2死満塁で左中間を破る走者一掃の二塁打、宇沼が3安打と存在感を示した。ベンチ入りメンバー25選手をすべて3年生で臨んだ門馬隆史監督は、昨日3日の朝のメンバー発表まで悩みに悩んだ末のベストメンバー。次、3回戦に進めることが一番と総括した。